さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。今日もですね、授業ではなくて今日は日曜日なので、ここは群瀬スポーツの吹田、ミリカ店なんですけども、レッスンをさせていただいたところです。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体も心も脳もとっても元気になります。はい、その元気っていうところなんですけども、皆さん今人生100年時代って言われてますよね。でもですね、その健康寿命の方は、その昔と比べて、高まってるかというとそうでもないらしいんですよ。ということはですね、こう年を重ねても自分のことは自分でね、ちゃんとこうできる日常の生活が、元気に過ごせるというその元気っていうのが大事だと思いませんか？元気ね、もっと逆のことを言うと病気にならない体でいたい、ね、病気にならないように未病でいられるように元気を高めておくってことが大事だと思いませんか？でその元気というところではですね、私なりに言いますと、私なりにというかですね、もうこれは定義なんですけども、運動と栄養と睡眠、そして私の付け加えとしてはですね、心のパワー、笑顔なんですよね。で本当に今ですね、もうなんかちょっと調子悪いってなったらすぐ病院行ってみたいな、で薬を出してもらってみたいな。でもね、できたら薬に頼らない体でいたいじゃないですか。で薬の良さもあるでしょう。でも薬の害っていうのもあるんですよね。なので、本当にね、もうナチュラルに元気でっていうことで、いろいろね、チェックしていただきたいことがあるんですけれども、まず現代人は運動不足である。運動不足になるとどうなるかというと体力が下がる。それだけじゃないですね、血管が硬くなったり筋肉が脆くなったり、そしてですね、他にも免疫力が下がったりとかいろんなことが起きるんですよね。そこで今日はですね、その免疫力っていう点ではですね、体温が一度上がるたびに免疫力がアップするというふうに言われています。逆に言うとですね、冷えは万病のもととも言われてますよね。でどうやら現代人は冷えてる人が多い、特に女性ね、冷え性の人が多いんですよ。で、話はコロコロ変わりますけれども、風邪をひくと体温が上がりますよね。これはね、決して悪いことではないんですよ。というか、病気に風邪をひいて、その風邪をと戦おう、ね、体が良くなろうと思って体の中がこう頑張ってるんですよね。その結果体温が上がるんですよ。体温が上がることによって、体温が一度上がることによって免疫力が上がるということなんですね。だから風邪をひいて熱が出た時に熱をね、急に下げるというよりは、薬で下げるというよりは、本当はね、ぐっすり寝て、ね、体温めてぐっすり寝てっていう状態で、した方が、体の本来の持ってる免疫力を生かすっていうね、ことにもつながるんですね。まあでもね、その熱がもうあまりにも高くなって耐えれないという場合は、まあ、しょうがないね、薬に頼ることも必要かもしれませんけれども、本当はね、体の仕組みってそういうふうになっているんですね。それでね、体を温めるっていうことで、よくね、学生の子にも冷え性の子多いんですよ。で食生活を聞いてるんで、冷えるものばっかり食べてるんですよね。冷やすものね、例えばですね、果物と肉、どっちの方が体が冷えるかというと、そうなんですよ。果物に体冷やしちゃうんですね。とてもね、ビタミンとかもあってヘルシーなんですけれども、冷えちゃうんですよね。そして生魚と焼いた魚、煮た魚、どっちのが冷えるかというと、生魚の方が冷えるんですよね。ということで、冷やす食べ物を多く食べていると、やっぱり、体がね、冷えてしまいます、ね。でもその冷えたとしてもね、運動したりとか体の中をこう血流が良くなって体温を上げることをしていれば、そんなにね、冷え性に悩まずにもいられるんですけれども、ね、運動もしないでも冷えるものばっかり食べてるってなったら、そりゃ冷えちゃいますよね。そして冷やす食べ物をざっくり覚えておくといいのはですね、甘いものね、砂糖は体を冷やしちゃう。そして乳製品も体を冷やしちゃう。小麦も体を冷やしちゃうんですね。みんなが好きなものは体を冷やしちゃうということなんですよね。で体を温める作用っていうのは、肉とかそういったものも温める作用があるんですけども、野菜とかでいうとですね、土の下に育つ野菜は温める作用があります。土より上に育つ食べ物っていうのは体をちょっと冷やす作用があります。または中性ですね、
温静と冷静の間、中性、そして、暖かいところに育った食べ物は体を冷やす作用があります。パイナップルとかマンゴーとかね、美味しいですけれどもね、暖かいところでエリアでできたものだから冷やす作用があります。そして、魚ね、タンパク質大事です。もう DHA といういい成分もあるんですけども、海の中にいるので冷えてるんですよね。で、肉は海の中にない、陸にいますから、どっちが体を冷やすかというと魚の方が冷やす作用があります、ね、どちらもでもタンパク質ね、体を作る栄養素としてタンパク質は必要ですからね。そして、他にもね、水分摂取必要なんですけども、水分を取りすぎちゃうのもこれもまたですね、冷やす作用があります。たとえね、温かいお湯だったとしても取りすぎちゃうとやっぱり冷やす作用になっちゃうわけですね。で、先ほど言った冷やす食べ物なんですけども、熱とか塩を加えると冷静を中性に変えてくれる役目があります。だから理にかなってるんですよね、昔の知恵というか。スイカってめちゃくちゃね、夏にできる食べ物っていうのは、夏に旬な食べ物っていうのは冷やす作用があるんですけども、スイカに塩をかけるとちょっと中性なんですね。おまけに甘みを増します。はい、ということでですね、今ちょっとこう体を温めるっていうことでお話をした結果、食べ物のことについてもお話をしたんですけれども、野菜とかっていうのはね、体を調整してくれる役目があって、肉とか魚、タンパク質、卵もそうですね、タンパク質は体を作ってくれる作用、そしてご飯とか、そういう炭水化物はエネルギーを作ってくれる役目があります。それぞれ良さがあるんですけども、雑食がいいですね。いろんなものを食べるっていうのがやっぱりね、元気になってくれます。はい、ということでですね、いろいろとお話をしましたけれども、元に戻りますと、元気な体でいましょうということの中で、温活ね、というのも、とても大事で、その温活の中でも、食べ物のこともありますが、やっぱり運動して体を温めて免疫力をアップするというのがとっても大事ですね。はい、ということです。運動することによってね、血液循環も良くなったりとか、血管の弾力を高めたりとか、いろんなことがあります。そして心は冷たい心とホットな心とどちらがいいですかってなると、やっぱりホットな心がいいわけなんですよね。はい、ということでですね、どうかね、笑いのあるね、毎日を送っていただきたいななんて思っているんですけども、ちょっと私変わったキャラクターですから、見ながら一緒にね、動いていただくといいかななんて思っております。本当はね、なんか運動習慣がない方は、こう仲間がいてね、一緒に動くというのがやはり長続きの秘訣なんですけれども、この動画、せめてね、この動画を通じて一緒に動いてみませんか。はい、ということで、今日もね、数分ですけれども、一緒に動いてみましょう。ちなみに、もしね、私は、大学の授業がメインなんですけれども、一般の方向けのレッスンということで、三宮の神戸新聞文化センターや、こちら、文字スポーツの吹田ミリカ、西明石、そして、検討店、岸辺という駅のところですね。でもレッスンして持ってます。そして、ゴールドジムの元町店でもレッスンを持ってます。もし、近い方はですね、よかったらいらっしゃってください。でもね、遠い方も見てくださっていると思います。ありがとうございます。はい、おしゃべり長くなりましたけど、ちょっと音楽をかけますので、気持ちよく楽しく動いていきましょう。さあ、いろいろと動いていきましょう。はい、では、体を温めたいので、ちょっとね、テンポよく動いていきたいと思います。少しちょっと高くて、はい、バーラ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 ー、はい、そうしましょう。タッ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 、さあ、ツイストの動きは、体が柔らかくなり、締まりますよ。歪みがとてもおすすめです。タラタッ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 タ
フーフーで開きましょう。フーはい、ダン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 、はいフーはいフーはいフー、ちょっとツイストに変えます。はい、万歳フーダダダダダフーダダ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 フーはいフーフー、はーい、足をこのままでいきましょう。ダダ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 ダ、ウエストも組み出てきますね。はい、横の動きをやりますね。はい、そして肩を、はい、肩甲骨を動かすと肩こり、首のこり痛くなります。ちょっと蹴りましょう。はいはいはい、ダダ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 ダ、はい、足を前に蹴ります。はい、ほっほっ、ダダダダダダダ、はい、後ろに蹴ります。ダンダンダダダダダ、はい、前です。もう一回後ろに蹴ります。ダンダダダダ、はい、ふー、はい、ちょっと跳ねますね。はい、そして背骨、肩甲骨を動かします。はい、肩回し、はい、横の動き、脇を気持ちよくです。はい、タン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 、はい、伸ばします。ホッ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 、タン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 、ホッ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 、タン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 、はい、後ろに肩を、ホッはい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 、はい、これをビタビタしますね。ほーダーンダーンはーダーンダーンはー、そしてはですね、回しやすい方に、はい、ぐる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 、はい、ではですね、胸を広げます。はー、そしてここを伸ばしたいと思いますね。はい、ではですね、両足をクロスして、ぐる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 、はい、前に、これ引き締まりますよ。背骨、ね、肩甲骨強くなります。はい、逆回しをしましょう。お腹も引き締まりますね。側屈です。はい、反対です。このまま後ろで胸を広げて肩甲骨を動かします。はー、はい、ちょっと骨盤を前です。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、どうでしょうか。回します。おー、ということでですね、今日は、体の体温が早く、上昇して血流が良くなるような、動きをしました。ちょっとテンポよくね動いてみたんですけれども、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日もこの動画、ご覧くださって最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドリードボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。フィットネスインストラクターの大谷でした。ではまたね、ありがとうございました。